今日は久しぶりの休みか。さあって何をしようかしらね。石化邪魔しに来たわよ。霊夢、それを言うならお邪魔するでしょ。いやいや、石化のゆっくりした休日を邪魔しに来たんだから、間違ってないわよ。間違ってないけど立ちが悪い。それでどんな邪魔をしに来たのよ。石化、このパトパトチャンネルが最後にゲーム実況したのいつか覚えてる。1ヶ月くらい。3ヶ月よ。へえ、もうそんなになるのね。あんたはいいわよ。いろんなところで出番あるし、エンディングだって出てるし。でも私たちは実況とか茶番でしか出番ないのよ。それを私に言われても。ということで、前回やったヨッシーアイランドの実況やるわよ。あと女神巡りもストップがずっとあるんだからいい加減作りなさい。わかった、わかったから。ということで、あまりにもパトパトチャンネルはストーリー茶番に力を入れすぎて、ロカロカチャンネルや RV、ゲーム実況を全部すっぽかしてきたので、ゲーム実況強化月間を発令する。せっか、パトが最後にゲームをしたのいつか知ってる。え、まさか、3ヶ月前の実況が最後。いや、毎日やってるわ。やってるんかい？でもどうせならゲームしている時間を有意義に使いたいでしょ。ということで、今からパトを叩き起こして、ゲームするわよ。はい、ということで皆さんこんにちは。うぷ主のパトです。みんな久しぶり、霊夢よ。毎回語尾にハート入れないでよ。皆さんどうも、せっかです。はい、ということで早速ヨッシーアイランドを実況していきます。本当ゲーム実況って久しぶりだね。もうみんなパート1なんて忘れてるわよ。ここぐらいよね、1と2で3ヶ月も空くのは。いやいや、それほどでも。かねてないわよ。そうだよ、何ヶ月待たせたら気が済むんだよ。そうだそうだ、待ちすぎて、体が縮まっていたじゃないか。あんたはどこの黒の組織にやられたのよ。真実は、確か1つ。噂は帰れ。ということで僕マリオと。このゲームの主役、ヨッシーも遠くに参加するよ。あんた、何石で遊んでんのよ。いや、いきなり転がってきたから。まあ落ち着けよ、久しぶりの実況でちょっとハイになったんだよな。はい、昨日。僕の長年の経験がここを掘れって言っている。何もなかったよ。経験なんて当てにならんな。まず掘ってないから。みんな久しぶりの実況でまだ本調子じゃなさそうね。僕は攻略に集中してるから任せるよ。そうだな、なら僕はその間、背中で寝てるよ。何かしろよ。バブー。すごいのいい赤ちゃんね。私も見習わないと。霊夢は意地でも働いてもらうわよ。まず赤ちゃんじゃないしね。無念。それにしても順調ね。赤コインは忘れないようにしないとね。ヨッシーって卵投げるけど、精度はどれくらいなの？プロ野球選手が鼻水垂らすくらいかな。わっかりにくい例えね。せいぜい、アンパンマンのバタコさんくらいだろ。バタコさんなめんなよ。裏では百発百中のスナイパーって呼ばれてんだからな。いた、ちょっと、何敵にぶつかってんだよ。話してたら目の前に敵が。安全運転でお願いします。フラワーよ、ヨッシー、早くフラワー取っちゃいなさい。反対側にもあったね。忘れずに取りに行こう。ここの扉は鍵がいるみたいだね。まったくどこに置いてきたんだ。別に僕の家じゃないし。いった、またぶつかりやがって。それにしても鳴き声うるさいわね。防犯ブザーに最適だね。一家に一台どうですか。今なら、食費、生活費など込みで月10万円。高いわね却下。可愛くないからいらない。働け配管工。おい。今のところ、赤コインは順調に取ってるよね。とりあえず、あるもの全部調べてるから多分大丈夫。あの白い敵、ふわふわしたものから作られてるわ。あのふわふわしたやつって、綿菓子みたいに甘くて美味しいんだよ。あ、そう。いらないからね。え、もう用意してるよ。いやあ。ちょっと、さっきから全然実況してないじゃない。実況、そんなの自力でなんとかしな。実況の存在前提。あ、鍵があったぞ。まったくいつも変なところに置いて。いや、むしろ移動してるね。帰ってこいバカ野郎。これで鍵を手に入れたから、さっきの扉まで行きましょう。さて、一体どんな金銀財宝が眠ってるのやら。金銀財宝じゃないじゃない。ねえ、僕の前に変なやつがいるんだけど。とりあえず仮に名前をパトにしましょう。なんで僕。とりあえず、コマンドを打ち込んで、風船を渡し合うゲームみたいだね。このスリルがたまんないねー。なんか今回のヨッシーキャラ崩壊してない。いつもこんな感じです。やっかー。あ、喉痛い。やっかー。無理してキャラ作りしなくていいのよ。それにしても相手もコマンド打ち込むの早いわね。あ、ミスった。まだ風船も大きくないんだから落ち着いていこうよ。相手が早すぎる。仕方ない、僕の本気を見せてやる。お、さっきのはなかなか早かったわよ。さっきのヨッシーのコマンドで相手が動揺してるよ。よし、まだまだプレッシャーかけていくよ。お、さっきのも早い。く、相手もなかなかやるわね。そろそろ風船も結構大きくなってきたね。
あ、ここまで来たらドキドキするわね。相手はドキドキってレベルじゃなさそうね。あ、破裂した。よっしゃー、勝ったー、よかったー。すっごい喜んでるね。ねえちょっと、僕を置いて何みんなで楽しんでんのさ。赤ちゃんにはちょっと過激すぎるわ。え、何？このチャンネルっていつから R18 になったの？ねえ、いっぺん画面から消えてろ。とりあえず霊夢も同罪だね。へへん、私はすでに画面に映ってないわ。じゃあ、今後の茶番の出番なしというのは？ごめんなさい、気をつけます。電車抜群。いやー、本当にこの綿美味しいな。そうだ、インスタにアップしておこう。題名、空から落ちてくる綿美味しすぎるわらわら。うわ、キモ、これは低評価だな。誰よ、プロ画像投稿したの。通報。ひどすぎる。こんなところに隠れアイテムが。ワンアップゲットね。ここまで順調だと面白くないな。ちょっとヨッシー、一度崖から落ちてみてよ。いいけどお前も道連れだからな。あ、やっぱなしで。あったのはアイテムだね。なんかスイッチが出てきたわよ。なんか矢印が出てきたわね。とりあえずあそこまで行ってみようか。うわー、なんか潜れちゃった。バカ、マジで落ちるやつがいるかよ。ってお金がたくさんある。何ここ最高ね。もっと、もっとコインを集めるわよ。金の亡者が2名、そしてその被害者1匹。現在失踪に揺られている模様。全部取る前に落ちたら、このゲームの連載強制終了させるからね。まさかの命がけ。大丈夫、僕の作品はまだまだたくさんある。絶対に落ちてたまるか。まさかの対抗心。待て、よし、落ちてもいいんだぞ。僕が主役のゲームは少ないんだ。ここで頑張らないと。じゃあ、連載継続。次回、飽きたので、マリオパーティーします。じゃあ、本当にそうなりそうなのが、パトパトチャンネルの恐ろしさよね。そうなんだと思ってるんだよ。アクション。ぬぬぬ。認めるのね。でも、霊夢が言った通り、ゲーム実況強化月間。だからゲーム実況に力入れていくよ。ちゃんと有言実行しなさいよね。ちょっと、上にフラワーがあったんだけど、そや？おお、さっきのはタイミングが良かったわね。よし、これで赤コインとフラワー全部入手したね。あとはゴールのみ。ダメージ受けないように気をつけてね。そうだね、油断しないようにしないとね。いきなり敵が出てきたわよ。とりあえず食べておこう。こいつは？くたばれこの野郎。なぜかパックンにすごい殺意。きっと先生はパックンフラワーに殺されたのね。地味に考えたくないよ。よし、ゴールだ。やったー、これで1の3もクリアだね。こい、ミニゲーム。やった、ミニゲームよ。ここはすごいところを見せないとだな。果たしてどんなゲームが待っているのか。はい、3度目の100点いただきました。このまま順調いければいいんだけどね。それはヨッシーの頑張り次第ね。頑張ります。このコースだけで、合計5アップしたよ。スクラッチ、3回めくってマリオが出た回数に応じて、1アップをくれるんだって。よし、最初は僕に任せてよ。ここだー。ハズレじゃないか。この下手くそ。スクラッチに上手い下手ってあるの？次は私が行くわ。ここね。お、正解だ。さすがは霊夢だ。当たり前よ。日頃の行いがいいのよ。肉だけに。あ、私も当たった。肉だけに。なんだよ、僕も巫女になればいいのか。それはやめて。今回で合計7アップしたよ。これじゃあ何回死んでもゲームオーバーにならないじゃないか。なんてこと言うんだよ。ということで、今回はここまでにしたいと思います。次回はボス戦だから気合い入れていかないとね。頑張るわよ。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も、楽しんでいってねー。